フェンルナンド・ホセ・コルバトはアメリカの計算機科学者でありタイムシェアリング・オペレーティング・システムの先駆的開発で特に知られている。彼が関わった最初のタイムシェアリング・システム MIT コンパーチタイム・シェアリング・システムは1961年にデモンストレーションを行った。この経験を生かした次のプロジェクトムルティックスにはハネウェルが参加した。ルティックスは 商業的には成功したとは言えないが、ケントンプソンらに直接的な影響を与えユニックスの開発を導いた。ユニックスは、ある意味でムルティックスの直接的な光景であり、世界中で使われ、他のオペレーティングシステムの設計にも影響を与えた。カリフォルニア州オークランドで生まれる。1950年、カリフォルニア工科大学を卒業。 1956年、マサチューセッツ工科大学で物理学の博士号を取得した。卒業後 MIT 計算センターに勤務し、1965年に教授に就任。引退まで MIT に留まった。数々の賞を受賞しているが、1990年にチューリング賞を授与された。受賞理由は、汎用大規模、タイムシェアリングリソース共有型コンピュータシステムの、 コンセプト構築と開発を導いた先駆的業績に対して、1998年には C&C 賞受賞、2012年コンピュータ歴史博物館のフェローに選ばれた。コルバとはコルバとの法則でも知られている。その内容は次のようなものである。二度結婚している。二人目の妻イザベルとの間に二人の娘を設けた。また、 妻の連れ子の息子が二人いる。ありがとうございます。